はいどうも、たまりです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、レッドイング純正のレザーフットベッド、こちらを購入しましたので、皆さんに紹介していきます。それでは早速なんですが、本日の流れ見ていきましょう。こちらです。1、レザーフットベッドの紹介について。2、サイズ感について。3、着用感について。以上の流れでお届けしていきます。なお、このチャンネルはですね、レッドウィングのブーツの紹介や、ブーツに関するアイテム、コーディネートを紹介しています。少しでも皆さんのお役に立てればと思いますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、それでは最初にレザーフットベッドの紹介をしていきます。で、まず価格なんですけれども、こちら3960円になります。まあ、正直ですね、インソールに約4000円って私的には結構高いなって思ってしまったんですけど、まあ、それでも購入した経緯としましては、まあ、以前の動画でも紹介したんですけど、もともとね、このシェイプドコンフォートフットベッドっていう一番薄いのを使っていたんですね。まあ、これの価格が2640円なんですけど、でこれのね、裏面を見るとこのようにパックリとひび割れをしてしまいまして、まあ、ショックだったんですが、まあ、まだね、買って半年も経ってないんですけど、まあ、一応まだ使えるので使ってはいるんですが、まあ、後々買い直しをして、また同じようにひび割れしてしまったらなんか嫌だなと思って、まあ、今回レザーフットベッドを購入してます。で、こちらのスペックをね、ちょっと紹介していきますと、まず表面はもちろんレザーなんですけど、牛の皮を使用しています。で、パッケージに説明も書いてあるんですが、フルグレインレザーっていうのを使用していますね。で、補足としてこのフルグレインレザーっていうのが、まあ、なめした皮にですね、まあ、あえて薬品を使ったりとか加工をですねしない自然な状態のレザーのことのようです。まあ、故にですね、そういった加工をしていないので、まあ、自然に湿気を取り除いてくれるといったメリットがあるそうですね。まあ、なので触り心地もツルツルしているような感じになりますね。まあ、インソールなのに、こう、脂肪加工とか、おしゃれなことにしても、あんまり意味ないかなとも思いますしね。はい。で、全体的に穴が開いております。まあ、ここの役割は、まあ、もちろん通気性っていうところなんですけど、はい、意外とね、私は、靴を履いていて蒸れるときって、指先の方が蒸れるなって思ってるんですけど、このつま先の方には穴が開いてません。まあ、やっぱりこう、足でね、こう、踏ん張るところになるので、まあ、ここは耐久的に穴を開けなかったのかなと勝手に解釈しております。で、あとは裏面ですね。裏面はクッションになってます。でこちらが高密度フォームクッショニングという名前の、素材になってるそうです。で、触ってみると結構弾力が強いですね。しっかりとしたクッションになっています。で、表面はこう滑り止め加工がされていて、まあ、イメージで言うのであれば、ホームセンターとかによく滑り止めシートってあると思うんですけど、まあ、あんな感じの、まあ、手触りに似ているかなと思います。はい。っていうのが、まあ、スペックになるんですけれども、まあ、この辺ね、あまり、こう、ネットとかでも情報がないので、まあ、レザーフットベッドの全貌が明らかにできたのかなと思います。では、次は皆さんも気になっているサイズ感など紹介していきます。はい、それでは二つ目、サイズ感について共有をしていきます。で、フットベッドのサイズはですね、カタログ表記上、XS から XL まで結構幅広いサイズ展開があるんですが、まあ私は今回このポストマンで使うために購入しています。で、このポストマンのサイズというのがセブンハーフになりまして、で私のジャストサイズってセブンなんですけど、まあこのね、ハーフサイズ分をフットベッドで、まあ補いたいっていうのが目的になります。で、実際にね、このセブンハーフっていうサイズを見ると、フットベッドはカタログ上 M サイズになるんですね。で、今回私が購入したこのレザーフットベッドのサイズは S サイズになります。まあ完全にカタログ無視してるんですけど、まあ、実際にこれをポストマンに入れてみたところ、まあ、結論を申しますと、超絶ぴったりでした。もう本当にシンデレラ並みにジャストフィットだったんですけれども、まあ、なぜにね、私がこのカタログを無視して S サイズを購入したのかと言いますと、まあ、これは過去の経験が生きているんですが、このコンフォートフットベッド、
まあ、これ初めて買ったんですけど、まあ、やっぱりカタログ表記を見て M サイズを買ったんですね。まあ、それでポストマンに入れたんですけれども、若干予兆があってこのシワが少し寄ったりしてたんですね。まあ、それをこのつま先にこう流してあげて、まあ、一応捨て寸があるのでそこで予兆分は吸収できていたので問題なく履けてはいたんですけど、まあ、それがですねレザーフットベッドで同じことができるかって考えた時に、ちょっとどうかなって思ったのがありました。まあ、もちろんねこのサイズがもし合わなくて大きかったりした場合はハサミで切って調整できますよとは言われているんですけど、まあ、私的にはレザーフットベッドをハサミで切る勇気がなかったので、まあ、S サイズにしてみるかということで買ってみたんですが、まあ本当に予想的中というか大正解で本当に安心しました。よかったです。で実際にねこの2つの大きさをちょっと測ってみたんですよ。全長を測ってみたところ S サイズは 26.5 センチです。で M サイズは 27.5 センチで結構1センチの差があります。でこれ重ねて見てみると結構面白くて、このようにですね特につま先のあたりになると、こちらレザーフットベッドよりもコンフォートフットベッドの方が横幅が広いんですね。まあもしかするとそういうところもあってこちらポストマンに入れた時にちょっとシワがね寄ったりしてしまったのかなとも思います。で実際にですねこのポストマンというところでは S サイズがジャストで良かったんですけれども、まあ、せっかくサイズ感ということなのでこのアイアンレンジャーやフラットボックスや875にも同じくこのフットベッド2種類入れてみました。ちなみにこの3足ともサイズ的には全部7になりますね。で一応、入れてみた結果としましてはアイアンレンジャーとフラットボックスは、まあ、やっぱりこの木型が8番ということでちょっと細身なブーツになりますので、ポストマンと同様にこの M サイズのコンフォートフットベッドを入れるとやっぱりこの横幅もあったりするので若干こうシワが寄ったなって感じがします。なのでこうやってつま先にシワを寄せて、まあ、ステスのところで吸収するっていうことで、まあ、着用自体に問題はなかったです。ただこの S サイズのレザーフットベッドに関しては、まあ、やっぱりぴったりでしたね。ジャストで、装着することができました。で875については E-WISE でちょっと幅広のブーツを私履いているんですけど、この875に関しては M サイズのこのフットベッドも S サイズも両方問題なく着用ができましたね。この横幅によってちょっとね相性もあったりするのかなと思います。でもしかするとこのモックのタイプは D-WISE もあると思うんですけど、まあ、そちらだったらもしかすると S サイズでもいいのかなとも感じましたね。はい、まあ、一応フットベッドのサイズ感についてまとめますと、まあ、7とか7ハーフっていうところで見るのであれば基本的に S サイズで問題ないのかなということが分かりましたね。で、まあ、むしろポストマンとかこういう8番ラストの細身のブーツに関しては S の方がむしろいいんじゃないのかなと思います。で幅広タイプのブーツに関しては、まあ、M サイズも両方いけそうだなと思いますし、まあ、サイズ的には8以上になるんだったら、まあ、M サイズでいいのかなというふうに思いました。まあ、このあたりの、ね、サイズ感については、まあ、一応私の経験上の話になるんですけれども、まあ、参考にしていただけたらなと思います。はい、それでは3番目、着用感について共有をしていきます。で一応ここは装着のところからお話をしていくと、このレザーフットベッド装着はですねめちゃくちゃ楽です。まあレザーということでちょっと硬さもあるのでもうこのまま突っ込んで一発でつけれるので本当に楽ですね。実際にですねこの着用感って見ていくとフットベッドのこの厚みを測ったところ約4ミリあるんですが、これがねこのカタログにもある通り絶妙なサイズ感の調整っていうことに関してはもう本当にグッドでしたね。で実際にポストマンに入れて、歩いてみたんですけれども、もう無理なく窮屈感もなかったですし、まあなんなら長時間歩いていても足が痛くなったりすることもなかったので、まあ、すごく調整というところでは良かったなと思っています。でこのクッションもですね
結構弾力があるので、歩いていてとても楽だなと感じました。このポストマンのラバーソールの部分とこう相まって、なんか歩いていて結構ね軽い感じがしましたね。うん、スニーカーみたいに歩けるなって感じました。でちょっとつま先の部分を見ていただくと、これわかるかな、足の指の形がちょっと出てるんですけど、まあお見苦しいかもしれないんですが、まあこの歩く時にしっかりと足の指がこうキャッチしてくれるので、まあ、歩いてる時にもストレスなく履くことができましたね。で、まあ、コンフォートフットベッドについては、まあ、ウレタン素材なので、まあ、結構足がね、こう、埋まるような感じにはなるので、まあ、これはこれでクッション性としては、まあ、悪くはなかったなとは思うんですけど、まあ、私の好み的にはレザーフットベッドの方が、なんか好きだなと思います。まあ、これからはですね、一応ポストマンにはこのレザーフットベッドを装着して、まあ、履いていきたいなと思いますね。まあ、このシルエット的にも合いますし、なんかこのポストマンのね上品さにはやっぱりレザーの方がなんかかっこいいなっていうのもあるので、まあ、こちらを着用していきたいと思います。まあ、ちょっと余談になるんですけど、そうするとこのコンフォートフットベッドを使わなくなるので、どうしようかなと思った時にちょっと875に入れて履いてみたんですよ。でそしたらこれね、とんでもなかったですね。もうぶっ飛ぶぐらい歩きやすくてびっくりしました。ちょっと大げさな表現になるかもしれませんが、まあ、かれこれ私がいろいろスニーカーやら何やら今まで履いてきたんですけども、もうダントツでこの875にこのフットベッドの組み合わせ、めっちゃくちゃ歩きやすいですね。これやばいです本当に。なのでこれもし875に限らず、このモックタイプというかトラクショントレッドか、このねソールのブーツ履いている方、ちょっとサイズにゆとりがあるのであれば、ぜひですねこのフットベッド入れてみた方がいいと思います。本当にやばいですね。めちゃくちゃ歩きやすいです。はい、ちょっとテンション上がってしまったんですけどすいません。まあこんな感じでちょっと今回ですねフットベッドの紹介ということでお話ししたんですが、まあ、ちょっと蓋を開けたらこちらのコンフォートフットベッドとの比較動画見たくなってしまったんですけど、まあ少しでも皆さんの参考になっていただけたら嬉しいかなと思います。はい、ということで今回の動画がですねちょっとでもまあ参考になりましたという方がいれば、ぜひぜひ高評価とチャンネル登録やコメントもお待ちしてますので、よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。またね。